おるか。いるぞ。通って。疲れるマジは止まってみました。買いかかっとる。しつけやあいつ。そうですね。見えてます。あげろよ。はい。あげろよ。言ってた。まずいっす。あ？まずいっす。まずいから来てるもう二日であげろ。あげろいいね。まずまずいと関係ねえし。いいから。親戚のおたきますよ。あもう手入れた。親戚のおたきさん。手入れた。手入れた。女が嬉しいやん。ちょっと待ってください。昨日何？あれ昨日あと女が迎えに来たらしいじゃん。来てないですよ。あ？親戚のおばさんが迎えに来たっす。うん。親戚のおばさんに挨拶があるから。お前のことについて。はい。今日まずいっすよ。今お父さんが風呂入ってますから。いいよ、お父さん知ってる。お父さんなんかお前、左会社に来て殴ってきたやつだろ、俺に。おばちゃん、絶対付き合ってるよな。付き合ってるよな。いや、今リンゲさんも名乗りますよ。リンゲさん。付き合ってるな。とりあえずお茶出して。お前の女は俺の女だよ。俺の女はお前の女。付き合ってるな、やっぱ。付き合ってるよね。みっちのどこが好きなの？みっちのどこが好き？全部？この近づき方がちょっともう付き合っとるしかねえやろ、これ。やばいっすね。なんて言った今？今なんて言った？全部。おかしいぞ。すべてらしいっすね。確実におかしいぞ。アナルからすべてらしい。そうか、もう、ってことはもうあの時から付き合ったってこと？はい。あの時から付き合ったってこと？あの時予兆っすね。うん、もう女だろ。やったな。はい。さてやったな。やったっす。あ、顔つやいいもんかな、今日。今日っす。うん、ちょっと、一回ちょっとベッド入れ替えていこう。やばいっす。ベッドはまずいっすよ。ベッド、完全にやってる。完全に。おい、踏むなって、お前。すいません。
完全にやってるもん。やってないっすよ、今日。今日やってないっすよ。やってるでしょ。たぶん、白髪とこ連れ込んでるっすね。白髪とこ連れ込んでるっすね。あー、もう完全に匂ったもん。え、匂った。なんか、エッチな匂いしたっすね。イカ臭い匂いしたわ。スルメ食ったからエッチしたかもしれないわ。いや、昨日つまみでスルメ食ったっすね、ビールの。どうぞ。靴下でも乗るだよ、みたいな設定のやつが。おかしくない。いいや。認めよ。認めますね。結婚しました。え、入籍しました。マジですか。いや、そうそう。はい。やばい。サイト違う。社長、それは僕がちょっとちゃんと僕がやります。ちゃんと僕がやりました。カップルだ、お前。でも、まあ、最高の2人だね。はい。そうですね。その座り方カッコつけて。座り方。まあ、女の前そんな感じ。いつもこんな感じですよ。どんな感じ。いつもこんな感じ。おい、酒持ってこい。いつもこんな感じ。どんな感じ。お前しゃべるな。僕は生物だけじゃん。いつもこんな感じですよ。おい、お疲れ。そう。どんな感じ？でもあれからだったらどれぐらいだ？いつ付き合った？あの時も付き合っとった？酔っ払った時に付き合ってますもんね。こいつが暴れて。いや、その時は付き合って、その時付き合ってやっとっただけ。2、3ヶ月？だって辞めても2ヶ月ぐらい？辞めて2ヶ月ぐらいですね。だろう。はい。ってことはもう、まあ、3ヶ月ぐらいっていうこと？12月ぐらい。覚えてない。大体お酒飲んでるんですよ。お酒飲んで、そうかって。あれじゃないですか。付き合ってやれるみたいな。お前の冗談分かりづらいもんね。はい。本当になっちゃうから、ほんでなんかコメント欄荒れるんだよ、お前。マジで。分かりづらいんだよ。面白くないから分かんないんだよ、本当に。なんかお茶作ってきたの？はい。お茶作りました。多分コップ捨てるっすよ。多分コップスは、それが適正な判断です。それが適正な判断でございます。飯を住んでるか。いや、でもこの間ちょっとご覧かったじゃん。あ、そうですね。社長がフライパンなのに。あ、女の味すごい。これはまずいよ。わからんな。フライパンなんだ。いやいやいや。最初から取る。ドベで取る。ここ最初取る。しかも俺全然気づかなくて、全然気づかなかったんですよ。僕。忘れとったの？忘れとって。で、動画で見とるじゃないですか。動画で見とるじゃないですか。あれ、このフライパンって洗ったって言われて。いや、わからん。洗ってない。俺、そのまま洗わずに飯作るのね。俺、社長の唾液がついた状態で飯作ったんです。3人とも完全すぎるじゃないですか。やばっ。やばいな。やばいっすね。まあまあやばいっすね。唾液つきててもこうやってフライパンに炒めてましたよ。ってことはもう何、密かに三角関係。俺たち三角関係ですね。でも付き合ってんだ。そうっすね。幸せだな、お前ら。まあファンが腐るほどでも、ファンがかわいそうですね。はファンがかわいそうですね。いや、そんなことないでしょ。ファンがかわいそう。でミッチに本当の春が来たのかな。はい。僕に春が来たのは15年ぶりじゃないですか。15年ぶりじゃないですか。うちの会社入る前なんか知らんよ。中学校3年生から彼女いないですかね。あ、そう。仕事ばっかだったね。女も作ってないし、なんかそういうイメージじゃないじゃん。はい。もともと知り合いでしょ、確かに。もともとそうですね。もともとずっと。はい。確かそんなの言ってたよな。そうですね。二十歳ぐらいやったっけ。年の何歳なの。今26です。26ってことは何個した。御年26なんで。御年26なんで僕の3つ下っすね。3つ下か。はい。でね、いつも毎日一緒にいるの。毎日お風呂に住んでます。妖精だ。お風呂の妖精だ。おかしいだな、お前。なんでお前お風呂に住んで、お前。どんだけ土でかいのアピールしとんの。はい。
違う。今A組でちょっと違った。言い方が違った。今の投げ方も違った。ちょっと失敗。カットのやつ。今ちょっとおかしかったですね。そこに持ってこう持ってこう。今キャッチャーミット、キャッチャーミットだけのやつがファーストだけだ。こうやっただけ。厳選しとった。意図的に。でもそうだ、もう3ヶ月だもんね。はい。まあまあそこそこ、結婚とかそういうの考えてないの？結婚は、まあ前に聞いてない。なんで今普通に照れて、今普通に照れて喋ったのにお前に聞いてないって普通に照れきすぎた。結婚ないの？結婚は、それはお任せですね。お任せってことは何？ミッチーが結婚してもいいって言ったら、あるの？っていうか、いいなぁ、ミッチーのお任せしたの俺ドキドキしてきた。聞いてるからなんかもうほんまに恥ずかしいから本当に出てくるわ、うん、うちがいいならいいですって、はい、すごいねこの画像見たいなかっこいいかっこいいなあんちゃんいつまでやってあげてって感じ、ね、何リアル感がもう今思い出したもんどこで使おうと思って早く出しすぎたから今思い出したもんで使いたいなと思って今無理やり使ったから今ちょっと無言だったじゃないですか。ちょっと恥ずかしくてなんかいいなぁってそれ無言の出る恥ずかしいじゃないですか。どういう詳しいか分からんもんね。逆にお前そこまでね、はい、彼女が言ってくれてるんだったらお前そういう考えとかあんの？まあそうっすね、はい、考えてんの？でもやっぱ結婚っすか。うん、まあそれなりに、はい。そう。はい。本当に真剣に考えてるんだ。まあでも仕事、まあ、考えてほしい。どっちかだと思うけどね、俺。はい。ああ。もうやり始めてから結婚しちゃうって、なんか、もう相手も気に入らんやん。はい。ああ。最初からまあ、見てる二人三脚だったら二人三脚みたいなのが、はい、もうやり始めて一番ね、忙しくなっていっちゃったら、ああ。本当じゃあ10年後とかになっちゃうじゃん。どう？はい。ああ、そうっすね。もうどっちかだよな。ああ、まあ早いうちに、やり始める前に、そうそう、まあ、結婚しようか。中途半端の時に結婚しちゃうと、はい、おかしなるで相手も怒るじゃん、ね、ああ取るのみたいな、はい、ちょっと回ってきてからなもんでさ、はい、回ってきてからしか見てないといいとこしか見てないもんで、はい、金持ってなんか飲んで遊んどるように見えちゃうじゃん、一生懸命ね飲んでるお付き合いしようになるけど、はい、でもお酒とか全然許せるの？大丈夫です。飲みに行くの？はい。大丈夫です。なんだお前。え？大丈夫です。なんだお前。すいません。俺日本語喋ってやる。もう高尾語喋れないから。ノープログラム。ノープログラム。高尾語喋れないから。いや、全然お酒飲んで遊びに行ったりするの大丈夫の？大丈夫です。あ、許せるな。はい。全然腹立たん。腹立たないです。すごいね。どこで撮った？はい。アミカス。意味じゃアミカス。わかりやすいとこじゃない。業務用だよ。業務用。業務用。長持ち。業務用長持ち。アミカのあのアイスコーナーに。アイスコーナーに。売ってそうやわなんか。アイスコーナーに。業務用。だまず何て呼び合ってるんですか。ああそれ気になる。気になります。うん。なんて呼んでる？テラちゃん。僕。え？うん、上、僕マンマンって呼んでます。マン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 マッチングが今企業が600社なってます。ちゃんとしてるわ。ちゃんとしてるわ。ちゃんとしてるわ。うちの会社にこんなやつが働いてること自体が奇跡だわ。めちゃくちゃちゃんとしてますね。まあ宇宙社員、じゃあ宇宙社員会とか違うしんだよ。宇宙社員がしっかりしてるからね。のくみんなノクラみたいなやつだと思ってましたね。宣伝するときは職人と会社をつなげるマッチング制作りました。よろしくです。お
前、大雑把すぎるだろって適当なんだよね。もう一個は、もう一個の方は、もう一個は、うん、塗装のマッチング、うん、お客さんと、はい、塗装会社さん、はい、うん、それをやってます。やってるね。はい、はい、じゃあ次回も、はい、ね、次回もミミちゃん、はい、うん、ちゃんの、はい、ね、大きいおっぱい見てみたっていう動画に切り替えてます。ああ、いいですね。映るよかなんか。まあ、顔出しはできんで、まず胸出しから動画撮りたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録いいね。いいね、お願いします。お願いします。ちゃんとニップレスはつけてる。ニップレスつけたら、まあ、ありだよね。まだ大丈夫です。ニップレスだよ、右みたいなもん。マイクロビキニみたいな。それが気になるから、マジックで線だけ入れたら。線だよな、ほんとに。ニップレスつけて、マジで線。マッキーペンで線がいる。そうそうそう、もう水。あ、ちょこちょこ、でも仕事受けも出てきたんだ。ちょこちょこっすね、月に1件、2件ぐらいですけど。うん、何、あれ求人も募集してるの？求人も募集しますけど、まあ、最近は、でそうですね。まあ一回ちょっとやってみたいというので。募集してメールアドレスが出てると思いますので。はい。まあ、まあ、そんな何人もいないけどって感じ。そうですね。まあ入ったらもう常用常用で、うん。まあまあ。でも今日もちょこちょこだ。オリアそうですね。頑張ってますんでぜひ応援の方も。はい。うん、お願いします。よろしくお願いします。